が水をかぶったピアノがあるという話が出てきたんですね。見て見ぬふりするっていうのもとても僕にはできないことですから。原発反対です。私も再稼働反対です。消えない音、減衰しない音に憧れがあるのかもしれないですね。恥ずかしくないものをね、もう少し残したいと思ってますよ、仕事の音楽のね。